はい、おはようございます。沖縄おばばでございます。はい、みけたんだねー。おきま町たねー。ねみけたんね。はい。えまあ、夜中暴れてるんですけどね。この子たちはね。まあ、まあ、ね。<laughs> 今日も暑いです。はい。えー、沖縄はい那覇市でございます。はい。えー、隣のねアパートで工事してるんでちょっとうるさいんですけど、まあご了承ください。すいません。 はい。えー、まあ、いろいろ今日もニュースがありました。まあ,あ、四国関連のね、とりあえず動画のご紹介とかあるんですけど、ちょっとそれ次の動画に回します。はい。えー、すごいですね。日本の会社。はい。えー、あの、ビッグモーターのことでございます。はい、ビッグモーター。はい。 めちゃくちゃ、これ、やばい会社だなと思いました。え、こういうことがね、日本でもあるんだなって私、本当にびっくりしました。はい、もともとね、すごい会社だっていうのは分かってたんですけど、えー、いろいろニュース見てね、なんか、とんでもないことやってるなとは思ってたんですけど、まさかここまでですよね。なんか、あの、オイル効果はい、100円でしますってチラシ入れて、 で、来た人に、なんか、実際オイル交換してなかったみたいですよね。えー、オイル交換します、しますって言っといて。で、えー、してなくて、しかもですよ、はい、えー、営業の電話かけまくりで、えー、最後に着品、着信拒否したら、なんか、あのー、勝手に車検の、 予約を入れられてたと。<laughs> で、うちにその書類が届いてびっくりしてね。えー、まあ、ああ、ね、出るとこ出たみたいですけど。まあ、すごいですね。あのー、あの、これ、これ詐欺ですよね。はーい。 いやー、本当にね、えー、なんていうか、ここまで、えー、なんていうのかな、犯罪ですよ、犯罪。犯罪的な会社が存在するとは、私ね、思いませんでした。まあ、他の国ではね、いろいろありますよ、こういった犯罪的な会社ね。はい、あります。はい、よ、あの、聞いてます。でも、日本でここまでやる っていうのはまあ50本100本とこありますけどここまでひどいところってなかなかないですよえもう日本にも出てきたかって感じですよねとうとうまあねこれもねね皆さんねビッグモーター詐欺ですよ詐欺 で、えー、よくわからないみたいなことを答えてるみたいで、はい、これから調査しますとか言ってるみたいで。でね、オイル交換はね、客を呼び込む、なんか、ね、あれだ、水だ、みたいなこと言ってたみたいですけど。でも実際交換してなかったんですからね、なんか言ったみたいですよ。オイル交換したっていうふうなことを、 言ってたらしいんですけど、でも、実際ね、いつも行く、なんか自動車屋さんに行ったら、あ、してませんよ、みたいなこと言われたみたいですね。まあ、ああ、すごいですね、これね。はい。まあ、やり方に呆れました、私。はい、やり方に呆れました。はい。まあ、日本人もね、あれですね、ここまで落ちたかって感じですよね。 これ言うと、こういった人々はね、在の日地だっていう人がいるんですけど、いや、日本人やってます。はい。ここまで落ちてるんですよ。日本人が。昔の日本人はまあね、単純でね、割と単純でね、えー、人の言い方が多かったんですけど、今はこういう方がいっぱいいるんですよ。はい。在の日地がやってるわけじゃないんですよね。社員がじゃあ全員そうかっていうとそうじゃないんで。はい。 なのでね、もう、落ちてます。はい。えー、道徳感も何もなくなってますね。はい。他の国のこと言えなくなってきてますね、これね。えー、まあ、本当にびっくりしました。それからですね、損保ジャパンです。はい。損保ジャパン。はい。損保ジャパンがね、なんか保険料値上げするって言ってたらしいんですけど、 えー、このね、えー、ビッグモーターの関連で、あそこ繋がってましたからね。えー、どうも値上げするのはまずいぞってことになったみたいですね。ああ、ですよね。もうほんとこんなんばっかりですよね。はい。えー、こんなんばっかりです。はい。えー、会社もーひどいですね。企業理念,理念も何もなくなってきました。もう落ちるところまで落ちてますね。道徳感が日本人の。 もう、呆れ帰りますね。で、持、えー、ってんですね。面白いこと言ってたんですけど、テレビで。はい。えー、まあ,あ、コロアンティーナがね、開けたからみんな外出多くなってね、えー、車でね、えー、いっぱいいろんなとこ行くんで、事故が多くなってます、みたいなこと言ってるんですけど、えー、違うでしょうって。はい。えー、コロアンティーナがね、多い時はみんな車で出かけたんですよ。はい。 えー、まあ、バスとかね、電車とか乗るの、あれかなーって思った思う、思うでしょ、普通はね。なので、このアンティーナがね、下がってるときは、あ多分ね、みんな自家用車です。はい。沖縄はね、年柄年、年中自家用車ですけどね。はい。えー、なので、えー、この言い訳も苦しいなって感じですよね。事故が多くなる言い訳ね。はい。 え、まあ、いろいろあると思いますよ。はい。えー、日本人の道徳感がね、えー、何らかの理由でね、何らかの理由で低下してますので、はい。えー、わかりますよね。言いたいこと。はい。そういうことです。なので、事故もそりゃ増えるでしょう。道徳感低下してるんだから、信号を守らないしね。はい。えー、で、よく確認しないでね、右折とか左折するしね。はい。 まあそういうことでございます。なのでね、事故が増えてるのは、あコロアンティーナのせいじゃないでしょうね。はい、そう思います。はい。まあ、今日もね、本当に朝からね、うわっていう思うようなニュースばっかり見ました。しかしね、まあ、一言,言い、まあ全然関係ない話になる、なるんですけど、まあ、C 国の人はね、あの、電話かける場所間違ってますね。はい。 えー、日本のね、えー、ただのそういったラーメン屋とかにかけても、えー、何も影響はございませんので、まあかけるんだったらね、あれなんじゃないんですか、東京のね、えー、電の力とかにかけないといけないんじゃないんでしょうかね、本来はね。はい。えー、分かってない方が多いみたいですね、どうやら。はい。<laughs> まあそういうことでございます。それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おパパでございました。 啊，你。Uh, yeah.